神夜町駅は、北海道室蘭市神夜町二丁目一番地にある、日本貨物鉄道室蘭本線の貨物駅である。当駅は、臨時の車扱い貨物の取扱い駅となっている。かつては、日本製紙向けの木材チップ輸送が行われていたが、2008年3月12日に、トラック輸送に転換され、同年3月15日のダイヤ改正により、貨物列車の設定が廃止された。 かつては、旅客営業も行っており、駅前面に広がる、陣屋海水浴場の最寄り駅として、夏季を中心に賑にわったが、室蘭港拡幅に伴う埋め立て工事によって、海水浴場が閉鎖。また、1968年に行われた、陣屋町、さきまもる館の伏線化、経路変更によって、ホームの撤去が必要となり、1970年に、旅客営業が廃止され、 貨物駅となった。地上駅。本線から側線が分岐する基部と、その 1.5km ある側線の終端の通称、陣野町林港駅からなる。側線の一部は、室蘭本線の急線を転用したものである。基部には、駅舎の他上下本線をまたぐ、片渡り線と本線、側線の分岐点がある。陣野町林港駅の駅舎専用線の、踏切陣野町林港駅は、 室蘭市崎守町にある JR 貨物の施設である。陣谷町駅から分岐する 1.5km の側線の終端にある。独立した駅舎があり、陣谷町林港駅の名称も掲げられているが、正式には陣谷町駅の構内の扱いである。駅から西側へ留置線が数本、工述する専用線の山手線に沿って設置されている。駅西側には、 第3セクターの室蘭開発が室蘭市から運営を委託されている。先はモルフ島公共臨行線山手線と海手線の2本の専用線が分岐している。山手線には木材チップを無害者に積み込む設備があり、列車設定時は室蘭港で陸揚げされる日本製紙白尾工場向けの木材チップの2役作業が行われていたが2008年3月以降は トレーラーによる輸送となっている。末期まで設定されていた貨物列車は専用貨物列車で、萩野駅との間に1日1往復運行されていた。かつては国鉄トラ9万系貨車が使用されていたが、後に専用に改造されたワム48万系有害貨車に置き換えられた。海手線には中国や韓国との外国貿易コンテナ定期航路用岸壁の コンテナヤードに隣接するコンテナホームがあるが、試験的に設置されたもので使用されていない。その先には、林港道路と交差する踏切があり、不当の先まで線路が伸びるが使用されていない。かつては、現、JX 不当埋め立て地の西側に、市営の陣野町工業団地があり、鉱物原貨物用岸壁のヤードや水面貯木場が設けられていて、陣野町林港駅から、 公共輪行線が伸びていたが、日本石油生成室蘭製油所の生産拡大計画を受けた室蘭市が、この敷地を日本石油生成へ売却し、これらの施設や軌道は撤去された。前日の通り、2008年3月12日に日本製紙向けの木材チップ輸送がトラック輸送に転換されて、以降、貨物輸送には使用されていない状態が続いているが、近年、 JR 北海道で廃車となった車両の海外への譲渡や解体に使用されている。ありがとうございます。